おはようございまーす。 OK。 今日は土曜日、お仕事に来ました。最近さ、お仕事に来た時のビデオ多いじゃない。ちょっと日常のも撮ろうと思ってるんだけど、この働いてる方がなんかやってる感があるからなんだけど、平日はだからすごいゆっくりだから、なんかエディソンとビーチ行ったりとかして、そんな感じなんです。そうだから、とりあえず仕事の Vlog が多いんだけど、まあ撮れる時には撮っとこうかなって感じで撮ってます。はい、では今日も頑張っていきましょう。見て、これ見える？これカラー撮れないね、もうついちゃったらね。よし、じゃあ行こう。かわいいっしょ、アディダス。See you tomorrow. Bye. Bye. Nice to meet you. Okay. Ah, 疲れたけど一応終わりました。Hey! 終わりました。私は帰るよこれから。なんか家に帰って面白い Vlog 撮れたらいいけど。Hey, honey. 疲れた。
なんかこんな感じじゃん。これ撮ったらさ。何食べようかな。家帰ってきたらもうめっちゃくちゃ家がね、はあはあ、こんにちは。この子がうちの聖司君です。聖司君は一番の問題児ですね、聖司ね、やらかすんだよな、いろいろとね。冗談だよね。うちに来た時は一番年下のベイビーだったんだけど、今彼はとても傲慢な子でして、他の猫の餌を食べてしまうので一番大きくなってしまいましたねえセイジー、一番大きくなっちゃったんだよね。ねえ。でも可愛いんだよね。セージはですね、そう、うちに来た時、多分生後3週間とかそんぐらいでめっちゃくちゃ小さくって、超可愛くって、で、他の2匹を、見つけた時に、もう私はこの2匹は兄弟だったのね。だからこの2匹は絶対連れて帰るって決めて、そしたら政治が目に入って、すごいちっちゃくって可愛くって、うわこの子置いていけないなと思って、それで連れて帰ってきたの。そうで、彼が今一番の問題児で、他の猫の餌を食べたりとかする子なに なんですねそうなんですね。で、そうだな、あと何やらかすかな。そろそろ食べちゃうから、この子たちは別々で食べなきゃいけない。政治は違うお部屋で食べたりとかしてて、そういう感じでちょっとコントロールしてるんですけどね、私たちの方で食べないようにアタックしないように。だけどその部屋から出すと、うんうんって感じで、なんか犬みたいに文句言いながら出てきて、で他の2匹の餌を探し回るっていう感じ。何あと朝私がちょっと起きるのが遅くなると、私の足の指がね、ちょっとでも布団から出てたりとかすると、それを噛みに来る政治が。起きろや、よこせ飯、早くしろっていう感じで、ガブじゃないよ、甘噛みみたいな感じで噛んでくる。でもさ、寝てる時にさ、あの尖った歯でさ、甘噛みね、足の指されるの嫌じゃない。そう、それをいつもしてくる。だから足の指は出ないように布団の中に入れて寝るんだけど、それ、聖司君はそれ。他の子たち見ますか？そう、でも聖司はいい子で、いい子で、聖司はね、聖司は可愛いからもういいよってことにしちゃう。そうなので、うちにさ、まだ来たばっかりの時、あの子私と喋ってたんだけど、あれ、いつもね、キャミのね、二段ベッドのところで寝てるんだよ。いない。あ、ジゼルがいた。ジジはここにいる。何あれ、布団。ジゼルです。この子がうちで一番スウィートな、これがジゼル。
すごいスイートな子。この子は唯一女の子で、すごくスイート、優しい、優しい。で、うちの旦那のことすごい好き。いつもうちの旦那の周りにいる。あとキャメロンかな、キャメロンの周りにいるかな。そう、この子はね、歩き方とかも触り方とかもすごい優しくってね、いつも優しいよね。そうで、ちょっとしか一気にご飯食べれないから、ちょっとこまめにね、分けてあげないといけないんだよね、ジジにはね。ね。かわいいんだよ。ディゼルさんです。そう。じゃん。で、あ、ジェイドが反対側にいた。なんだこれ、やばい。ジェイドはジゼルのお兄ちゃんで、この2匹は兄弟なんです。そう、この2匹兄弟なの。すごい一番マスキュラーなの、体がマッチョなんだけど、一番怖がり屋だよね。猫アドプションのところ行った時に、まずジゼルが私のところに来て、あの子は興味津々だから、なんでもジゼルが私のところに来て、したらジェイドは後ろでそれを見ながら様子を伺ってて、で近くに来たい距離感を保ちながら私たちのことを見てたって感じだったんだよね。そうで、ジゼルのことはもう一気に気に入ったから、あ、じゃあこの子兄弟なんだろう、この子も引き取りますみたいな感じでできたんだけど、ジェイドと私が一番仲いいね。これがジェイド。みんな寝てるんだって。寝てるの邪魔しないってって言われましたけど、なんかね、たまに言われるんですよ。猫ちゃんのなんか紹介じゃないけど、なんか猫ちゃんを飼いたいと思ってるんですけどみたいな、なんか猫のなんか紹介してみたいな感じで言われたから、今のは自己紹介だったじゃん。で、政治がさ、すごい大食いでね、でなおかつものすごくスピードで食べちゃうから、政治だけ違う、食べ物のさ、餌のあれを使ってるのね。ちょっと汚れてるんだけどさ、ごめんね。ここのさ、隙間にさ、その食べ物が入るじゃん。うちはドライフードあげてるんだけど、この豆みたいなやつよが入ってくのね。でそうするとこのここに当たるからさ、ちょっともうちょっと時間をかけながら食べれるわけ。そう、てんで政治だけこれを使ってる。そうだから、なんかこれね、犬バージョンもあるんだけど、この早食い、子供じゃないね、犬とか猫が早食いしちゃって、もう噛む時間もないほどね、スピードでさね、なんかお腹空いてるからみたいな感じで、でやっちゃう猫ちゃんとワンちゃんはさ、ああいうあれの、あの子の餌のやつおすすめです。あれはね、アマゾンで買いました。よかった、こういう時間大事よね。なんかいつもさ、常に子供といるから、この仕事に行く時間って逆に私からすると仕事してるっていうよりか、あれな感じ、リラックスできる。逆にまあ動いてて忙しいんだけど、なんかわかる、リラックスできる。 Hello? Hi, Mary. Hi, Hilary. 何してるの？ Here. Oh, okay.Oh, my phone fell down. Mama! Seiji pushed the phone down. Seiji. I'm okay. So. Yeah? Jane! Salon の話するか。 Okay, 皆さん。じゃあ猫の話はこんぐらいにしといて。ちょっとサロンの話をしますか。サロン経営はですね、ぼちぼちなんですけど、リアルな話をすると、
家賃がね450ドル払ってるので、この値段は週末だけ、私は土曜と日曜日しか行ってないから、その週末だけの金額で、そのオーナーの方から週末だけは450ドルって言われてるから、それを払ってるのね。で、私はその分その場所が借りられてるじゃんか。で、自分のものとかも全部置けてて450ドルで、で、水道と電気もそこに含まれてるような感じなのね。で、それ以外にかかるものは全て自分持ちで、カラーとその使うものとか、何でもかんでもとりあえずその使うものも全て、あとタオル、自分のケープじゃないね、お客さんのケープとか自分のエプロンとか、何でもかんでもかかるものに関しては自分で持ってくるっていうスタイルなんですよ。で、あとそれでハワイって日本の美容師さんがものすごくいるんだけど、ハワイ州の場合は日本の美容師の免許があれば、1年間仮免許をもらうことができるんですよ。だから例えば日本で美容師で、でハワイにさ来るとかってなった時に、1年間のその仮免許っていうものをもらえるから、その間仮免許を持って働いたりすることができるのね。で、その間にその筆記だけの勉強をして、で筆記のテストをする、その1年間の間にね、仮免許の間に筆記のテストをする。で、それでパスできると、晴れてそのハワイ州のコスメトロジストの免許をもらえるっていう感じなんでね。そのシステムはさ、私の知ってるのだとハワイ州と、あとニューヨーク州も適用できるの。だから日本の美容師の免許って強いよね、その分ね。ハワイ州とあとニューヨークでは使えるからいいですよね、そこはね。私は例えばもしこの先日本に帰ることがあったとして、ハワイの免許を持っててもあっちで書き換えはできないから、だからね、例えばあの軍の基地があるじゃない、そこにヘアサロンとかが入ってるんだけど、そういうところで私は働くことはできるんだよね、あのアメリカのライセンスを持っているから。だけどそう、この日本の、あの免許で書き換えっていうことはできないのよ。そうなんですよね。なんかちょっと面白いでしょ、そういうシステムで。前もビデオで言ったけど、私がニュージャージー州で一番初め免許取った時は、そのブースレンタルっていうのができなかったのね。だから、今ブースレンタルっていうのは場所借りっていうことでさ、私が今やってるような感じなのね。自分の椅子、チェアとその部分に家賃を払ってるっていう感じなのね。で、それがさ、その州によってできなかったりとかして、ニュージャージー州のところはできなかったんだよね。そう、だからちゃんとしたサロンに所属して仕事をするっていうのが、まあ一般的なパターンだったんだけど、ハワイ州はそのサロンでお仕事するっていうことももちろんそうだし、あとはそうやって私みたいにブースレンタルをすることもできるし、まあ違いはあれだよね、まあ、その自分で一人でやっていけるかどうかっていうところじゃない。自分で一人で客寄せもできる、で別にもう自信がある、自分でやっていく自信があるっていう人なんであれば、ブースレンタルでも全然できちゃうんだけど、こんな感じで私はヘアサロンをしてるの。なんかさ、仕事終わって帰ってきてさ、子供たち、今ケミはいるんだけど、子供たちがちょっと外に出てるから、その間になんかわってやることがいきなりなくなっちゃって、普段だったら働いてる時間帯じゃん。だけど、まあちょっと早く終わったから帰ってきたって感じなのね。だから何していいかわかんないから、とりあえず猫の紹介して猫の紹介して、でちょっとなんかサロンの話とかしたけど、なんかどうしよう、何喋ろうかなそうだからね、ハワイね、ものすごく日本人のヘアスタイリストがいっぱいいていいよね、逆に。それはそれで、だからあれよ、ウェディングのところとかも潤ってるしさ。でね、そのね、ハワイ州はね、筆記テストだけなのよ。筆記テストっていうか、筆記じゃま書かないよ、テストセンターに行ってコンピューターでこう答えていくやつなんだけど、それだけなんですよ。でも
例えば私が一番初めに取った州のニュージャージーは筆記と実技があってテストとパスして、そのパスができたら今度実技っていうのがあったのね。で実技はマネキンでやるんだけど、なんかほらなんかちょっとあどういう風に染めるかとかさ、あとどういう風に切るかとか、あと剃るのもあったね、顔。そうで、それも全部その何だろうかな、まあ全部振りをしながらやるテストなんだけど、その実技のテストがありました。でもこのなんだっけ、その日本の免許を持ってるとハワイ州に来ても仮免許を出してもらえるし、あと筆記そのうんね、だけパスできれば免許取れちゃうわけよ。すごい良くない？すごい良くない？まあ、その分日本の美容師さんはね、長くほらハワイ州はさ1800時間だからね、それさえ終わっちゃえばテスト受けてっていうのができちゃうから、そう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 、そうなんだよね。はあ、もうなんかさ、私はこれから何をするかというとですね、インスタグラムで今日やった髪の毛とかをちょっとこう投稿し、ね、ちょっとそんな感じで、こっちのインスタグラムの方でちょっとカチカチカチっと仕事しようかな。はい、で仕事に行くときにビデオ撮るときって子供のこういうほらわーっていうのとかがないじゃない、あと雑音も入んないから、だからねビデオ回しやすいから、最近どうしてもそのビログが増えちゃったんだけど、平日生活してるビログも撮りたいんだよ。だから次はそういう感じで撮っていこうかねっていう感じでやりましょう。では見ていただいてありがとうございました。ビデオ気に入ってくれた方はぜひライクをしてください。ではまた次のビデオで会いましょう。Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go.